はい、ありがとうございます。参ります、全力出すよ。おい、一桁ですよ、一桁。さすがですね、自分で言うのもなんですけど、まあ私が全力出すや一桁ぐらいわけない。全力中竹くん、世界の皆様、ハッピーニューイヤー。中竹一日二電でございます。今日も全力中竹くんの世界へようこそ。つわけで今回も始まりました。前回ですね、ハーデスでえらい負けたので、ちょっとねおごりがありましたね。俺様が全力出せばわけねえなと、パチンコパチスロなんて余裕だぜと思ってたんでしょうね。ちょっとね、まあ結構ひどくやられまして、ちょっとねここで一旦初心に立ち返って、ね、全力を入れ直してみようと思ってですね、今回は初回に、ぶちかましたですね、スロット、パチンコスロットキングオブキングス高槻店にまたねお邪魔いたしまして、パチンコで全力出して、あの時の全力を取り戻したいと思っております。初回ね、ゴッドライジング打ちまして、なんかもう俺の全力ってこんなにすげえのかっていうぐらい出たんで、まあここに来ればまた何かこう自分で自分のなんかを発見できるんじゃないかという期待を持ってるわけですけども、どうなるんでしょうかね。2016年も全力出し続けていけるのかね。1年の計は元旦にありと言いますんで、まあ今元旦じゃないですけども、ね、新年一発目のこの収録でどうなるか、それでこの1年が決まるような気もしますんで、いつも以上に全力出して、もう次の収録ができないぐらいボロボロになってもいいという意気込みで行ってみようと思います。最後までお付き合いください。全力で戦うためにはお水が必要です。それよりも衣装のインパクトの方が真っ先に水が来ると思います。あれこれはね、俺は仕事も全力で取り組むっていうことですよ。ク、ね、ライアント様からこれを着てくれと言われれば全力で来ますよね。大人ってそういうもんなんだよ。むしろね、こういう変な格好をしながら打ちたいからライターになったとも言える。ここポケットあれば僕ドラえもんですって感じだよね。で、何も入れるとこがないからさ、財布、携帯、タバコ、いろいろもうこれ借りました。なんかもうサンタが集金しに来たみたいな感じですけどね。まあまあまた全力出すの早いです。まだ早い。あて、まあやっぱ今パチンコだったらこの辺だよね、一押し。どこのお店もね、力入れないといけない台ですから。これはね、どこのお店も結構ワンボックス以上ドカーンと入れてる店ばっかでしょ。お店としても頑張らざるを得ない台、全力を出さないとならない機種だと思うんです。だから俺もそれに応えて全力出してやろうじゃねえかと。コンディション、台のコンディション大事です。データ表示機が見えねえじゃねえかよ。おめえ何やってんだよ朝から。見えねえじゃねえか。まあいいや、じゃあ行きます。
なんで朝カロモードってよ。朝カロモードって何？全力だからこそ打てないっていう事情もあるんです。全力だからこそ妥協はできねえ。16回回ってんのが1000円で16回回ったと思いたい。じゃあ2000円だったらショックだな。安くなってっかね、ああいうもんがね、今の時代。あんなん出てきて、リーチもかかんないって。どうなってんだ、今時のパチンコよ、おい。うわー、もうこれ一昔前だったらもう当たり確定ですよ。やっぱり俺らがパチンコにハマった頃はそういう台にハマったわけで、当時あった台に勝手に進化させられちゃうとさ、ああいう台が面白くて、パチンコ熱いんだ。なんだこれ、暑いの？目を離すんじゃないぞ。目を離すんじゃないぞって言う。ああ、離しちゃった。出てきた、人が出てきた。まあまあまあ、今のパチンコはね、演出とかじゃないですからね。魔界にぶっ込んでからどうなるかとかね、展開を楽しむもんだと私は思ってます。演出は何でもいいんです。こいつ以前より硬くなってやがる。女性に言ってやりたい。全然ドキドキしねえんだけど、どうせ最後の最後でビビビビビビビン、どっちだみたいなことになるんでしょ。まだ俺は安心してないからね。ほらで、またここで再始動すんじゃねえの、どうだどうだみたいな。外れても全然残念感がないのはどういうことなんでしょう。全力で早口言葉、お耳おめめおでこ、お耳おめめおでこ、お耳おめめおでこ、おめおめ全力中竹くん。どうせもうチャッカーのセンサーに弾が通った時に抽選はもう決まってるんだと、そういう前提が頭の中にあるもんだから、演出楽しめないんですよ昔から。暑いの？
もう暑いとかそういう感情もないっすわ。こんなん出てきたってもうドキドキもできなくなっちゃってる。結局青でしょみたいな、緑でしょみたいな、赤でしょみたいな、いかないじゃん。ごめんね、ちょっとあの素直に楽しめなくて。こんな4つもリーチかかってるけど、分かってるからね、別にもういいんだよ。もう決まってるから、もう中身でしゃあない。もう腹も立ちません。やばいぞこの回。だからいろいろ騒がしいですよ。パチンコライターの人たちさ、動画とか見るとさ、あーとか言って言ってっけど、あれ本当なのかな。みんな役者なのかな。心の底から楽しんでんだったら本当俺って心小さいなって思いますね。出っ張ってんな、しかしこれ。これ雨降っても大丈夫なんだこれ。だって雨降ったらガロの下に行けば大丈夫。スタイリッシュモード。なんだよ俺のことかい。スタイリッシュだろ。これまた弱そうな。桜に花を咲かせましょう。枯れ木か。枯れ木に花を咲かせましょう。強えな敵。全力で早口言葉ツー、にゃんここにゃんこまごにゃんこ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 、にゃんここにゃんこにゃんこ、全力中竹くん。赤い。
あれ円盤偉いんじゃない、さっきより。お、あ、避けて、落ちた顔黄色か金色なのか、どっちで、金か黄色か分かんねえよな。引き出しのとこぶっ刺せばいいんじゃないの。おりゃー、頑張れ頑張れ。あ、君じゃない、頑張るのは君じゃない。ドーン、強いね、全力だね。もう俺へっちゃらだよ、ああいうの外しても怒ったりしない。もっと当たれとか念じた方がいいのかな、全力で。もう抽選結果は決まってるんだけど、本気で当たれって全力で願えば、時空を遡ってここに作用するかもしれないね、その思いが、全力が。そっか、じゃあ頑張ってみるよ。発展しろ。呼んで止まれ。ダメだ。本気になる。ダメだよ。できねえよ。呼んだよ、呼んだぞ、呼んだ。崩れろ。ああ。ダメだな。できねえな。ほら来たよ、ほら。いい加減来ただろ。ほら。ブルブル言いました。